で、新木場町のバス停なんかこっちの方に、また三洋川橋の駅も近いのかな。駅周辺が、北側よりも南側の方がいろいろある感じかな。北側、最通、難しいな、ってね。北側よりも南側の方が良さそうだ。なんか親戚したいですけど、なんか近鉄みたいになりますね。よいしょ。3月16日から通常開業ですもんね。もう1ヶ月か。うわ、これはまずい。出てきました。昔ながらの感じですもんね。ただね、これね、どうしてもね、多分不審者なんかな。マスクつけて、目が見つけて、黒い帽子で、黒い服。ただの不審者なんだよな。駐輪場とか結構やっぱ、パークアンドライトのがだいぶある、してるんですね。めちゃくちゃ駐車場もある気だな。逆にこんなにすがすがしく駅前で駐車場まで見れたの珍しいって。なんかそこなんか謎の車両止まっとるし。で、こっちの方にバス乗り場があって、あれか、中心地は三洋阿星の方なのかな。私鉄のね、三洋阿星っていう三洋電車、走ってるんですよね。今、ブレイクと、三洋阿星って、あ、結構離れてんだな。ちょっと歩いて、駅間散歩っていう距離ではないな。なるほどね。こういう感じですね。ここで時間潰すよりも、折り返して、さっきも言いましたけど、今回ね、途中下車が可能な切符買ってあるんで、ちょっとそれだけ気になるな。そこに止めたらこれ何なんだ？何が置いてあるのこれ？これね、車じゃないもん。車っちゃ車だけど、鉄道だよね。なんでここにこんな、止まってんだろう。見たことないマークだけどな。DVD。
何の車両なんだろう。なんか牽引車みたいですけどね。しかも相当ね、昔のね。なんでここにこれがあるのかわからない。駅の施設というわけでもないな。そこに、ね、エレベーター、こっち側にあるんだ。なるほどなぁ。へぇー。雨当たってきたし。こんな感じで東京止まりがどん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 入ってくる。あ、大丈夫。駅員さんいるんだね。はぁ、じゃあ消そっか。しぇ。ここまで来たね。で、あそか、万端線か。とりあえずこっからはぼちぼちと帰ってたら、こっち方面か。まあまあ、別に、なんかえらい寒気の差が激しいけど、まあまあまあ、ありますからね、大丈夫ですね。今10時だ、10時だ。まあまあまあ、あるもんな。とりあえず姫路まで出るか。で、飯でも食べましょう。よし。よし、切符は、バッチリやりますからね。出しようかな。行きなんかえらい詰まったけど。あ、これ曲がってないし大丈夫だろう。よかった。よし。で、あ、まあそっか、何も出てたから11時過ぎ30分なんか。なんか、意外とか。ここから先だと播州は小雪の方になるんですね。愛小雪から先。だから愛小雪から山陽線の方で乗ろうと思うと、また別途。奥も広いですね。すごい。いっぱいだ。なんとか謎スペース。謎スペースがあったら来たかな。謎の通路。20分あるけど、しまった。暖房の効いた対比所がねえのか。こっち側には。不思議だ。まもなく一番乗り場回送列車が参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。一番乗り場回送列車が参ります。ご注意ください。あれか、買いそうだ。安行きになってから姫路始発に当てられる列車なのかな、めっちゃ安行きって書いてくるからめっちゃ乗れそうな感じだけど乗れないんですね。面白いな、この辺りの運用の仕方も。結構近鉄とかだとこういうような感じで車両から出してってやるときに、もうどうせ出すんだったら運用に入れちまうかっていう感じの、あの富吉行き基準級みたいなね、運用することがありますけど、 JR 西日本
だから姫路の方はこれ分けるんですね、ちゃんと。確かに階層表記になってなくて安行きになってるからあんまり階層の札に回さないんだね。おそらくあれですけど、多分出発前に全部札がちゃんと正しいあれになってるかという確認をするんでしょうね。やりますよね、よくこの手のやつ、あの表示確認よしみたいな感じで、でそれをもう済ませとこうと。姫路駅に着いてからね、確認取るとまあまあ大変ですからね、うん、だからもうこの表記のまま持っていくんでしょうね。ね、別に普通に運用につけてもいいと思いますけど、停車中の列車は回送です。なんでだろう。途中あれが停止させずに通過していくから、ベニ書いたら安倍氏ですけど、安倍氏、安倍氏。そんなところから謎の通用口もあんだ。面白いな、安倍氏駅。あ、でこっち側もスロープになってるんですね。あ、だから、自転車の行き来ができるようになってんだ。まあ、そこに、普通に、通れるところもあるし、そこそんなに離れてないよな、その踏切。別に、そこの踏切がめちゃくちゃ開かずの踏切っていうわけでもなさそうな。あ、でもそうか、時間帯によってはあれなのか。車庫の入れ替えとかが発生すると長時間閉まっちゃうから。不思議ですね。